それではよろしくお願いします。週刊ウニュです。ウニュっとした動画を作っています。岩井まさかです。そして三好さんです。よろしはい、くお願いし三好まです。す。よろしくお願いします。じゃあまた新ネタを考えてきてくれたということはいで、はい。じゃあ早速説明をお願いおしま願いしす。ます。見こたことれ、がある。だいぶ前に、はい。岩井さんがなんか黄金コップを使って、これ黄金コップってああ、やつなんですけど、そうですね。どういうやつかというと、この正五角形の、ここですね。ああ、そうとも考えられるんですか。多分そう。なるほどね。これでここを、ジョンギって、ああ、それこうだ5個、と思える。それで、55個くっ個、つけると、そうそう。これを5個、あれ。よいしょ。72よい度。しょ。よいしょ。よい72し度ょでいいとんやっだっけ。て、かな。わっ、なんか素敵ですね。そうそう。こうすると、あ、ああ。元とはちょっと大きい正五角形が本でき当だ。たってや元つなでがすね。で、ら。この周りにまた、こうやって並べていくと、ああ、そうあ、違そう。うな。これで、ちょんちょんか。こんな感じに並べていくと、なんか平面全体敷き詰められるぜっああ、てそうのだが、ね。岩井そうさんね。のそう元です々のね。話がありまし放て、射こ線れ、上でね。合同形だとこういうことができる。で、サイズ変えていいなら、なんかこういう渦巻き的な、風な敷き詰めができるよとああ、いそうですう、ね。それは、うちのと、動画で言うと、36万再生の動画の中にもちょっと出ああ、てきた一や部つでね。す。72一度の、瞬出現する。72度の時によく飛べてよく眺めるとそうかなと。それで、そして、ここで止め、この、なんだ、黄金コップのここの角度の36度とかは変えずに、ああ、36度は変えずに。ここの台形の、下の辺、開廷と上廷って台形にはあると思うんですけど、その開廷は固定の長さ位置で、家庭は固定。上廷の長さを変えるということを考えます。そうすると、どこで切るかを変えるわけですね。そうすると、なんか、二等辺三角形から、こういう潰れた台形というか、最後には線分になっちゃいますけど、こんな感じでなんか変化していくわけですね。変化して、で、その時にこのスパイラルが、できるのかな？ただ、ここの最初の黄金コップから次の黄金コップ、黄金じゃなくなるんだけどね、コップが。この台形の掃除費の方を変えてやる必要があって、そうか。でも、そこまっすぐにならなくなる？そんなことはない。変なことはない。角度は一緒なんで、ここが。角度は一緒なので、あそこの、一番でかいのから二番目にでかいのとこはいつもまっすぐになるそうだですろうっね。てことね。ああ、二等辺だとそこも省略されちゃうけど。こんな風にくっつきなやするほんど。ですいよ。くらでもね。いくらでもどれでもってことか。そして、そして、よくある、よくある多角形は、螺旋渦巻きになりがちってことで、なっちゃうんでしょうね、きっと。なんかその辺の一般論はね、なんか浜中さんって人が、まとめ前られやってたたとね。思うんですけど、なんか六角形ぐらいまであるんですかね。凸五角形とか凸六角形とかだったか忘れましたけど、なんかそれでスパイラルにできる多角形の条件はこうだみたいなああ、そう話なの。を、すごいあやふやな話を今してますけど、あやふやね。浜中さんがあやふやではない という。ではないではない。浜中さんはちゃんとしてる。私があやふやなだけ。ちゃんとしてるイケメンだから。それはいいだろう。ということで、その部分の話ですけど、四角形で、
四角形のこう属というか、ああまあまあじゃあこれはやってみますね。はい、はい、で一応あのここになんかそれが満たすべき方程式が書いてあって、この上底の長さを A として、ここの相似比を T としたときに、こういう方程式を満たしてくれる必要があると。ああなるほどね。ああまあまあそれはだから打ち合わせの時にも話したけど、ニュートン法だと多分出るので、うん、はい、そしてさ、もうちょっと言っちゃうと AT、AT 乗、AT 3乗、AT 4乗みたいのを、うんうんうん、全部かました時に、はい、ちゃんと床が一致するようにするのを計算すれば同じように答えが出てしまうんで、まあ結局 AT あ、うん、A、あ、 T だ、 T を計算するので結局一緒ですけど、はい、もしかすると、t の値が、その t4 乗のところがちゃんと床に来るように計算すればいいというふうにもやれます。そうそう、これよく見るとね、すごいさっき雑に縮小 70% とかでやったんで、微妙にずれてるんですけど。ああ、いや、そう、そうなるので。うん、そこはそこの誤差の範囲で収束させるとぴったりなのができますね。はい、なんですよ、5次方程式なんで普通にはあの解の公式がないということで、あ、まあ数値的に。そうか。うん、じゃあ、ニュートン法とか出とくと。大学数学のノリでは解けないという感じ。まあ。え、なんだ、予備校のノリでは解けない。はい。感じになるの。いやいや、別にそっちでニュートン法は使うかもしれないので、まあ、まあ、ああ、ニュートン、ああ、ニュートン法は、なかなか、まあ、予備校ではやらないかもしれないけど、ね、大学の問題じゃて。いやいや、予備校のノリっていうのは、なんかと、あの、こういう名詞として、なんか、あの、予備ノリですか。あの、そういう YouTuber がいたの。予備ノリ、たくみさんだ。そう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 。なんかあの人大喜利もやってんね。いろいろやってますよね。私も一遍会ったことありますけどね。うん、あ、この話はどれぐらい入れようか、ここの。まあ入れとけばいいか。はい、はい、じゃあよもやま話も。じゃあまあこれは多分できると思いますし。はい。はい、で、もしかすると人気の36万回動画に似てはいるので、もしかするとうまくやると人気になるかもしれませんです、はい。まあ、ちょっとね、動き地味かもしれないですけどね、これがまた地味、そうか、縦に縮むだけ、うん、そうか、もやーってなるんだ。うん、もやーってその、色をどうするかとか、そこのピンクがもやーってちっちゃくなるだけか。この中の方が大きくなったり小さくなったり、残念だったりするぐらいの、ね、きっとね、感じですね。はい、まあまあ、フラクタルなんで、やっぱりなんか貝とかバラとかそういうものには似てますよね。芋貝っぽい感じですかね。あ、芋貝って書いてましたけど、この感じだと芋貝に似てますね。もうちょっとつまり、レートが低くなるとバラとかになりますよ。うん。そうですね。はい。じゃあ、はい、これはやってみましょう。はいはい、あと色ですか。そう、色をね、まだ決めてないので、ちょっとまた相談しながら進めましょう。いや、やってみないと分かんないところもありますよね。はいはいはい。ありがとうございます。はい、ですが、一個言っとくと、色は濃い方が、あの再生回数は伸びやすいような気がします。系統的に。コントラスト強いのが、なんか、まあ、コントラストというか、サイドが高いと目にきついんですよね。まあ、ちょっとまた考えます。目にきついって、うん、きつくて、頭がクラクラした。そう。クラクラして楽しいっていうのがあるかもしれないです。まあまあ、じゃあ、そういうことで、はい、作っていきます。はいはい。では、チャンネル登録、うん、高評価、まあ、なんならコメントをよろしくねということで、週刊ウニュです。はい。はい。では。